ジュリア・バターズはアメリカ合衆国の子役である。2016年から ABC のシットコムアメリカをハウスワイフへ出演していることで知られるほか、2019年にクエンティン・タランティーノ監督の映画ワンス・アポン・ o タイム・イン・ハリウッドでのトルディ・フレーザー役が批評家に称賛された。カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれる。父のダリンはディズニーのアニメーターである。2歳の頃に コマーシャルへの出演でキャリアが始まる。初めてのセリフのある役柄はクリミナルマインド FBI 行動分析家のエピソード天使の失踪のギャビーであった。2016年に彼女はアマゾンプライムのシリーズトランスペアレントに K8 は出演する。その翌年からは ABC のシットコムアメリカンハウスワイフに案内コールカットオットー役での出演が始まった。 アメリカンハウスワイフへの出演により彼女は、クエンティン・タランティーノの目に留まり、彼の監督、脚本映画、ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッドで壮熟な子役の、トルディ・フレイザー役を務めた。ありがとうございます。